中村七之助二代目、中村七之助は、歌舞伎役者、俳優。野号は、中村屋。縄文は、角切れ銀南。替え文門は丸に舞ずる。歌舞伎名跡中村七之助の東大。本名は、奈美野孝之。東京都出身。ファンウッド所属。交渉身長174センチメートル。 1983年5月18日、18代目、中村勘三郎の次男として誕生。二歳年上の兄は6代目、中村勘九郎、義主は女優の前田愛。おばに、女優の並野栗子がいる。父方の母方の祖,祖父は6代目、小野江菊五郎で、7代目、小野江梅光と2代目、小野江九,九郎衛門と2代目、大川橋蔵は、父方の王子。 七代目、小野駅久五郎と七代目、清本縁樹太夫と、庭定人は、父のいとこで、寺島忍と五代目、小野駅久之助と二代目、小野江うは、父方の母方の鳩子にあたる。八代目、中村主官は、母方のおじにあたる。六代目、中村小太郎は、いとこにあたる。文京区立第五中学校、堀越高等学校卒業。 1986年9月、織の祭りの子で初おめみえ。1987年1月、歌舞伎座、門で二人、桃太郎の弟桃太郎で二代目、中村七之助を名乗り初舞台。兄桃太郎は、実刑の勘太郎が、じいと、ばあは二人の実の祖父である十七代目、中村勘三郎と七代目、中村四官が務めた。幼少寺より、 兄弟の姿がドキュメンタリー番組で取り上げられることも多かった。ほっそりとした容姿とやや寂しげな美しい風情が魅力の若女方。歌舞伎に限らず様々な方面で活躍している。1999年には NHK 大河ドラマ玄禄良欄に親子役で親子出演。2003年には米国映画ラスト侍で 明治天皇役を演じた。2005年1月には、泥水してタクシーに無線乗車した上、運転手の通報で駆けつけた警察官に対して暴行を加え、大塚警察署に公務執行妨害で現行犯逮捕された。父の中村勘三郎襲名を目前に控えた祝賀パーティーからの起途での事件であったが、3ヶ月間の禁慎処分を受けた。 趣味は、ゲームと、カラオケ。映画出演作、真夜中のヤジさん北さんでその歌声を聞くことができる。堀越高等学校在学時には、同級生に、松本潤、松田龍平がおり、現在でも交流があるという。歌舞伎役者では、同じ堀越高校で一学年下だった二代目、小野松也と親しく、カラオケ仲間の一人でもある。2006年に、 うち来るに出演した際には、おじの九代目、中村福助にまつわる逸話や、渡辺エリ子の現代劇に出演した時に、父から、頼むぞ、お前がしっかりしないと俺が怒られるんだと、半ば泣き疲れたことなどを語った。自分について、僕、割と冷静なんです。そのお役をやっている時はのめり込みますが、舞台から降りたらすっと自分に戻る。でも、兄は役に入り込む。 と述べている。憧れと目標は、坂東玉三郎。ありがとうございます。